Oh.
聞いてください。待ち合わせ。この曲はみんなと一緒に振りができる曲です。皆さん一緒にやりましょう。お化粧もできたから、おろしたてのリリースだった。お気に入りのシャツ羽織って、忘れ物も確かめたし、準備は完璧。みんなでせーの、下がり手も下がり、前に立ち上がり、手のときめき、左さん知ってて、であそこのねチョコの くるみが入ったメロンパンが美味しかったっていう記憶があったんですよ。でなくてないって思ったら3、4年前に終わりましたって言われました。よく覚えてるねって言われてたね。言われました。すごい美味しかったからね、また復活してくれると嬉しいです。あの私も気になる。めちゃくちゃ美味しいんです。ぜひね、普通のメロンパンも食べたので、ぜひそちらのメロンパン、ぜひぜひ。ひよりもね、あそこのメロンパン食べたね。はい、食べました。何食べた？私チョコチップメロンパン食べて、すごい美味しかったです。いいね、チップ安定にね、絶対美味しいね。美味しい。何食べました？私はですね、私もあそこのメロンパンのね、キッチンカーさんで、私はブリュレのクレープを食べました。美味しかったですか？美味しかった。中に、あ、いいで中にね、アイスがたくさんに入ったので、もうね、暑かったからすごいね、ぴったりだし、ブリュレもすっごく美味しかったのでね、メロン味とバニラがあるのでおすすめです。ぜひぜひね、食べてみてください。他のね、キッチンカーさんもあそこでね、あそこにハート、違う、ビッグハート唐揚げっていうのが売ってて、どれぐらいの大きさなんだろうってすごい気になります。どのくらいですか？あります？あります？あー、嬉しい。ちょっとね、気になってるんですよね。ぜひ皆さん食べてみてください。愛が届けますね。届きますね。あんなに大きかったらね。すごい。食べ方
気をつけないとね。確かに、あの食べるのをミスって半分に割れちゃったらね、悲しい。なので綺麗にね食べないとね。あとは肉まんさんとかね。そうですね、ケットランチでまた、うん、あのお会いしたことがあって、今日もいる、よりいらっしゃるということで、お久しぶりです。あ、肉まん、肉まんだ。ちょっとね、皆さん食べてみてください。ぜひぜひ。あとはそこのさつまいも、あ、ちょっと見たことあるんですよね。嘘だ、どこで見たんだろう。でも見たことありました。美味しそう。なんかね、でも私もあるような気がして。ありますよね。ある？キャットライチ。ないです、ない。なんかね、食べたいなってリハーサルの時から思ってました。さつまいもだって。そうなんです。絶対美味しいっていうのを話してました。ぜひぜひ。お芋、お芋が好きな方、1,2,3,4,5個あるのでね、うん、5品食べて。そうだよ、ぜひぜひ。もうコンプリートできるから。できます、できます。ぜひコンプリートしてください。そこはですね、カラフルなね、かき氷もあるの。さっきね、私たち2曲目でカラフルセンセーションという曲を披露させていただいたんですけども、カラフルということで一緒だなっていう風に見てました。ぜひぜひね、うん、2回目ライブあるんですけど、やるかわかんないけど、わかんないけど、わかんないけど、ライブ前にね、ぜひ食べてみてください。食べてください。暑いですからね、今日もね。そうですね。そしてね、中もね、うん、ちょっとなんか催し物的なのもやっておりまして、はい、私たちね、さっきツイッターであげたんですけれども、あのお絵かきせんべいやっておりまして、はい、落書きせんべい。お絵かき。落書きせんべいですね。美味しかったので、はい、みんなでねサイン書きましたね。書きましたね。楽しかった。ぜひ皆さんいろんなものを書いて楽しんでください。ぜひぜひぜひ。はい。なんか。なんかすごい今ね、たくさん喋った気がする。多分めっちゃ喋りました。喋ったね、はい、なかなかこんなに MC をすることがないから、はい、こんなに喋ってよかったのかっていうのありますけども、ここでちょっとだけ告知をね、はい、させていただきたいなと思います。19時45分からまたね、ここのステージで2回目のライブありますので、ぜひ見に来てください。はい、ぜひお待ちしております。お待ちしております。はい、ということで、あっという間でしたけども、もう一個言う、もう一個言いますか、もう一個言いますか、はい。来年の2024年1月27日土曜日はですね、清水アークさんにて私たちセカンドワンマンライブを開催させていただきます。イエーイ。ぜひね、絶対に楽しいライブにしますので、皆さんぜひ私たちのライブ見に来てください。よろしくお願いします。ということで、あっという間でしたけれども、次の曲で最後の曲になります。また2回目もありますからね、ぜひお待ちしておりますよ。お待ちしております。ということで、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。聴いてください、ワンズワード。僕の声が届く、過ぎてる深夜に返信があんまり来ないと気にしてる。既に見かけた車の助手席に君の姿、見慣れない笑顔。二人の未来はどこかで重なり合うと信じてた。ずっと君を守りたくて、僕の僕の声が届かない。
のライブもお待ちしております。以上、マーブルメープルでした。